はい、お世話になっております、オカリナの平本でございます。今日はですね、お知らせがオカリナの平本からありまして、ある楽器を復活することになりました。それは、3F のスタンダードでございます。もう2年かな3年ぐらい前かな、あの1,2,3 のねスタンダードは廃止させてもらったんですけども、あのこの頃、ブログ見てる方は分かるんですけども、やっぱりね、若い先生が増えてきたってことがまず一番大きいですね。そして、僕は 4C があればね、最初の導入部分はねいいのかなと思ってたんですけども、やはりいろんな先生から結構ですね、やっぱり 3F と 4C をセットで初めから買って導入するっていう方がね結構いらっしゃって、何度か小田先生、あの 3F スタンダードを復活させてくださいっていうのがね、あの去年の暮れ頃から結構あったんですよね。で、確かにね 3F と 4C っていうのはね、カンターレでいうね、とりあえずマストアイテムなんで、そこでね、EX の 3F とスタンダードの 4C でっては言ってたんですけども、やっぱり導入部分としてはね、やっぱり裾野も広げたいだろうし、私なんかもね、いろんな愛好者に使っていただくっていうのはね、本意ではあるのでね、ただやっぱり生産に限りがあるので、そんなに、月にね多量に、ご注文は受けられないんですけども、一応復活させていただくこととなりました。となるとね、EX とはどう違うのかっていうと、やっぱり EX の方が断然中音から高音の抜け、そして響きはいいです。で、作り方もこれは EX なんですけども、これをくっつける時ですね。で、音が鳴るのはこっち側なんですよね。見えますかね、こっちがね、ここから息が出てここで音って鳴るんですよ、オカリナっていうのは。っていうことは、ここで鳴った音をこっちの表側にも伝えるんですよね。で、それを伝えるためにはここに一応継ぎ目があるんですよ、オカリナっていうのは。で、この継ぎ目が実は、凹凸痕っていうんですよね。凹凸痕っていうのをつけてるんですよ。バイオリンなんかでも、バイオリンは昆虫っていうね、こういう木のこのぐらいの棒が入ってるんですけども、オカリナの場合昆虫じゃなくて、僕は、ここに凹凸痕っていうのをつけてるんですよ。見えないですけど中にありますから。これはちょっと企業秘密なんで、そこまでにしてください。なので凹凸痕が EX のが倍以上入ってますので、こちらから音が出たものをやはり全体的に響かせるっていう意味ではね、EX の方がいろんな意味での手間暇かけてはおるんですけども、ね、でもスタンダードを復活、ね、させようと思いましたので、それはそれでね、きちっと作らせていただきます。で、値段がですね、16,500円、税別ということでね、一応月の、生産量は決めてありますのでね、それ以上になっちゃったらその月はストップということになるんですけども、またね、やっぱり裾野が広がるっていうのもね、オカリナの平本にとってはね、嬉しいことなので、スタンダードの 3F を復活させることになりました。なのでね、 4C と 3F セットでね、最初からやってもらう、こういうものもねいいんじゃないかなと思いますし、さっき先生と3人ぐらいの先生とね LINE してたんですけども、非常にね助かります。一人の先生も新しい先生なんですけどね、ぜひもう注文ということでいただいてますんでね、ありがとうございます。でも先週僕ね、お休みいただいたんですけど、本当に忙しくさせてもらって本当にありがとうございます。なんでね、また忙しくなるなと思うんですけども、やっぱりその分ね、先生方が喜んで、そして先生方が喜べば生徒さんも喜ぶ、そうすれば僕もすごく嬉しくなるんでね、3F のスタンダード復活ということでね、
まあ、でもやっぱ中高音をね大切にしたい方は、まあ、EX とかカラーズ EX とかのはおすすめですけど、僕も作る限りは、まあ、下手なものは作る気はありません。ここら辺のねさばき簡単に出るのは EX だと思いますけども、ねファーストカンターレでチョイスするならったあの非常にね、リーズナブルに、まあ、廉価版っていう位置づけなんですけども、まあ、音は廉価版でもなくビシッと作りますんでね、またあの愛好者の方もぜひよろしくお願いしますということで、3F の EX 復活でした、ね、よろしくお願いいたします。